テキサスインスツルメンツの本部テキサスインスツルメンツのカリフォルニア支店テキサスインスツルメンツは世界的な半導体を開発、製造する企業である。本社はアメリカテキサス州ダラスである。略称は TI である。1930年に前身である。石油探査会社、ジオフィジカルサービスとして米国テキサス州に設立。1951年に GSI 社のエレクトロニクス部門を中心に再編成が行われテキサスインストゥルメンツ社と解消1950年に世界初のシリコン型トランジスタを製品化1954年に IDEA 社とトランジスタラジオを開発1958年に集積回路を発明1967年に携帯型 IC 電卓を発明1970年に TTL 汎用ロジック IC として広く普及する7400型を発表。1973年にマイクロコントローラの特許を取得。その後、世界25カ国以上に製造、販売拠点を有する国際的な半導体企業であり、デジタル情報家電、ワイヤレス、ブロードバンド市場に欠かせないデジタル信号処理を行う DSP と、それに関連するアナログ IC。 マイクロコントローラを主力製品としている2018年現在アナログ IC の世界最大手1958年当時 TI の研究者であったジャック・キルビーが発明した IC についての基本特許の特許権を保有しており IC が広く普及した1980年代になって日本をはじめとする著名な半導体企業に対して高額な実施資料を要求 特許侵害訴訟に発展した。これに対し、富士通を除く各社は TI と和解し、多額の実施料を支払うこととなった。また、自社製、ミニコンピュータを使い、IC の発明とともに、アナログ及びデジタル IC 用発の IC テスターも開発販売した。他にも家庭用から関数電卓まで各種の電卓を発売している。特に TI-89 シリーズなどは、 大学進学時の SAT で使用が許可されているため、学生の間では SAT での必需品と考えられている。このためグラフ表示体を関数電卓は、アメリカの高校生や大学生の間では、非常に普及している。日本では、関数電卓については、株式会社ナオコが、正規の代理店になっているため保証付きで入手可能。近年では、プロジェクター、リアプロジェクションテレビ用の映像素子である。 DMD を開発し、DLP プロジェクターの名手として知られている。米国市場で、サムスン電子などが、プロジェクターに採用していることでも知られる。DSP やマイコンなどの主力製品以外にも、汎用ロジック IC、アンプ、オペアンプ、スイッチ、マルチプレクサ、CMOS イメージセンサ、ー、CCD イメージセンサ、ー、レギュレータ、クロック、IEEE1394 コントローラー、 フィードシステム、セキュリティチップ、バスソリューション、コンバータ、各種汎用アプリケーションの開発を行っている。1997年頃から、ソフトウェア部門をスターリングへ、防衛部門をレーセオンへ、制御機器部門をセンサータへと順次売却を進め、現在これらを作っていない。2000年9月、ベーバーブラウン社を76億ドルで買収した。2011年9月23日、 米ナショナルセミコンダクター社を合併し、シリコンバレー部門とした、テキサスインスツルメンツの電卓ビジネスデータ、ありがとうございます。